さて、本当の中三浦春馬さん言及で見えたものは、15日、7月に亡くなった三浦春馬さん主演、お金の切れ目が恋の始まり、TBS 系の第一話が放送された。放送時はネット上で大きな反響となり、三浦春馬が SNS のトレンド1位にもなった。その演技や笑顔に、改めて惜しむ声が殺到している。また、放送前には同事務所の俳優仲間である佐藤健がアプリ「シュガー」でファンに向けて金子由美ようと出演する三浦翔平と共にアピール。こちらも大きな話題になった。初めて春馬と名前を口に。ここまで三浦さんの死に関し言及をしてこなかった佐藤。しかし金子由放送を前にして初めて春馬と名前を口にするなど触れたことが多くの反響を呼んだ。20代前半の頃は2人で DVD を出すなど親友というイメージが定着していた2人だけに大きな注目を集めていたが、三浦さんの件の衝撃度があまりにも大きく、三浦さんのみならず関わりのあった俳優たちの言動に関する注目度も非常に高くなっていました。佐藤さんはその中でも頂点と言えますからね。同じアミューズで同世代で三浦と同格以上と言える佐藤さん、仲の良いイメージもあっただけに、より世間の耳目が集まったということでしょう。メディア記者、ファンからは健くんが春馬くんのことを思ってて嬉しい、何かコメント出す必要はない、でもファンには伝わったなど喜びの声があふれている。さりげない三浦さんへの言葉が2人の関係性を象徴しているようである。改めて2人の関係性にも注目が集まっているが、今回の言動が嬉しかったファンは本当に多かったようだ。恋は続くよ、どこまでも TBS 系公式トイッターより。佐藤健が今年7月に亡くなった三浦春馬さんについて初めて言及した。佐藤は三浦さんと同じ芸能事務所に所属し、若手時代から三浦さんと複数回共演経験があった。そのため佐藤が三浦さんの死に触れないことに対して冷たい人などといった批判も飛んでいた。三浦さんが最後に撮影していたドラマ「お金の切れ目が恋の始まり」TBS 系通称「金恋」の初回が9月15日の22時から放送されたが、同日21時過ぎ佐藤は LINE で「一緒に金恋見よう」22時からと配信。その後佐藤はシュガーを開始し、今日はお友達と一緒なんですと、友人であり金恋にも出演している三浦翔平も登場した。三浦翔平も三浦さんとの親交は長く、2008年のドラマ極戦日本テレビ系で共演し、プライベートでも一緒にサーフィンをするほどの仲であった。7月25日に更新したインスタグラムでは、笑顔でサーフィンをする三浦さんの写真とともに追悼の言葉を綴っている。あの笑顔をまた見せてくれるんじゃないか、何度も現実逃避してるよ、でもいつまでも泣いてたら安心して眠れないよな、俺たちは一生懸命に生きてお前の意思を受け継いでお前が見たかった景色を絶対見せるから、春馬大好きだよ、どうか安らかに、7月に僕らの仲間の春馬くんが。今回のシュガーは金恋放送直前記念であり、配信冒頭2人はドラマについて以下の会話を繰り広げた。佐藤、金恋はどんなドラマなんですか？三浦翔平、7月に僕らの仲間の春馬くんが言っちゃいましたけど、松岡松まさるちゃん演じるお金にものすごく厳しい女性、そしてお金にものすごくルーズな男性が出会い、そこからどうなっていくのかというドラマなんですけど。佐藤、春馬がそのお金にルーズな性ってこと？三浦翔平、そう、佐藤翔平は？三浦翔平、私はね、松岡松まさるちゃん演じる役の憧れの先輩役、三浦さんの死に触れた二人だが、それ以上は掘り下げず、その後の配信は明るい雰囲気で進んだ。テレビ電話をつないだ女性がシングルマザーだから佐藤健を心のパパにしていると明かすと、佐藤は全然利用していただいて、
自分はシングルマザーの味方だからと返答。また佐藤のシュガーで選ばれるのが2回目だという女性から、前回の時に息子が塾に行かないと相談し、佐藤から行くように促されたことで息子が塾に行くようになったとの報告があると、三浦翔平は、健さんは塾に行かない子を塾に行かせる技を持ってるんですかと驚いていた。さらに三浦翔平は、今年夏に長男が誕生したが、子供をお風呂に入れているといった子育てエピソードを披露するなどし、時間はあっという間にドラマの放送が始める22時に。最後に三浦翔平は、三浦さんの姿を見るのがきついなという方がいれば無理せずで結構なのでと視聴者を気遣い、配信は終了した。なお、三浦翔平はドラマ終了後、インスタグラムのストーリーズにご覧いただきありがとうございました。ケイタ・ミウラさんの役名の笑顔は素敵でしたねと投稿している。7月8日に亡くなった俳優の三浦春馬さん、享年30が出演し、女優松岡松勝25が主演を務める TBS 系連続ドラマ「お金の切れ目が恋の始まり」火曜あと10時が15日にスタートした。ツイッター上には放送開始後から多数の投稿があり、番組のハッシュタグ「シャープ金恋」が1位になった。ツイッター上には三浦春馬くんのドラマ見たいのにどうしても見れない、でもトレンド入りしていることがとても嬉しくも思う。だけどそれと同じくらいそれ以上に春馬くんを見てしまうと悲しみが増す。トレンドの中の春馬くんの笑顔は本当にもっと的だ。などと忍ぶコメントが相次いだ。他にもいちいち笑顔が溢れすぎてる。なんでいなくなっちゃったのよ。春馬くんがテレビの中にいる。生きてる。動いてる。見つれてめちゃくちゃ素敵な笑顔じゃん。本当にいなくなったの？というファンも。また、ケイタくん、最高にハマり役。これは春馬くんしかいなかった。絶対に春馬くんしかいない。本当に放送していただいてありがとうございます。いろんなことを忘れて最高に幸せな楽しい時間を過ごさせてもらっていますというつぶやきもあった。番組の公式ツイッターは本日より金恋の放送が始まります。放送に先立ちまして、出演者の三浦春馬さんが7月18日永眠されました。スタッフ一人一人にいつも気さくに話しかけてくれた愛くるしい笑顔、役柄を突き詰める真摯な姿勢、誰からも愛された春馬さんの人柄を忍び、慎んで哀悼の意を表しますと発信。放送では触れなかった。とは、主演の松岡松勝25演じるシビアな金銭感覚を持つ久喜麗子と、三浦さん演じるお金にルーズな御曹司猿渡啓太とのチルキュンラブコメディで、三浦さんは亡くなる前日まで撮影に参加しており、代役を立てずに4話完結で放送する。